聖書の言葉をあなたへハーベストタイムメッセージステーション「出エジプト二25章1節から9節です「主はモーセに告げて仰せられた私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよすべて 心から進んで捧げる人から、私への奉納物を受け取らなければならない。彼らから受けてよい奉納物は次のものである。金、銀、青銅、青色、紫色、黄色のより糸、甘布、ヤギの毛、赤くなめしたお羊の皮、ジュゴンの皮、アカシア材、灯油、注ぎの油と、 香りの高い香のための香料。エポデや胸当てにはめ込む島根目能や宝石。彼らが私のために聖女を作るなら、私は彼らの中に住む。幕屋の方と幕屋のすべての用具の方とを、私があなたに示すのと全く同じように作らなければならない。 はい皆さんおはようございます,います今日は、えー、シテージプトキー36回目のメッセージです今読んでいただいたのはシテージプトキの25章1節から9節です今日のメッセージのタイトルは幕屋のための奉納物幕屋のための奉納物というタイトルですいよいよ幕屋にやってきました このメッセージを準備している時にもう少したくさんの箇所を一度で語ろうかというふうに考えておりましたけれども今日読んでいただいた量が普段よりも短いっていうのを皆さん感じたと思います。普段のの半分か3分かぐらいですね。ここで止,め止まった理由はこの内容を説明するのにとても時間がかかるということです。 非常に重要な概念をたくさん含んでいるということです。それを今からお話をしたいと思います。さあ、ここでのメッセージは毎回冒頭でこれが大事だって言ってることを言ってますね。何が大事ですか？うん、文脈ですね。文脈っていうのはすごく大事なんです。文脈っていうのはその。直前直後の文脈もあるんですけど。 もう少し広い文脈で例えば出エジプト記全体の中でどうかというような文脈もあるんですさらにもっと広く聖書全体の中でどうかという文脈もあるわけです今日の箇所は圧倒的に聖書全体の中でどうかという文脈を考えなきゃいけないそういう箇所なんですそれができないために幕屋というとどっちかというと私たち 異邦人クリスチャンにとっては面倒くさい飛ばしたいというような雰囲気があると思います例えば来週取り上げるところは25章の10節に行くとアカシア材の箱を作らなければならない長さは2キュ,2キュビト半幅1キュビト半高さは1キュビト半こんななんかキュビトとかねえー、っ という感じになって、まあ、数ページ飛ばしてですね、面白いところまでジャンプしちゃうっていうようなことがあるわけですね。なぜかというと、それは幕屋というものが持っている意味を文脈の中で捉えきれていないからそういう問題が起こってくるんです。ですから今日は幕屋の意味をしっかりと捉えて、それが 旧約時代のイスラエルの民にとってどういう意味がありまた今の時代に生きる私たちにどういう意味があるのかということを真剣に考えてみたいいと思いますで文脈というとアダムが神様の命令に背いて堕落したという記事が出てきますがあれは創世紀何章だったか覚えてますか創世紀3章です。創世紀の3章でアダムが 神に背いて堕落するんですが、創世紀三章の二十四節で、こういう言葉があるんです。こうして、神は、人を追放して、命の木への道を守るために、エデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る。炎の剣を置かれた。とあるんです。つまり、創世紀三章の二十四節以降で、神と人類との関係が劇的に変化してしまった。 悪いい方に変化してしてまったととうことですそれまではアダムとエバは理想的な環境にいたんですその場所を何て言いますエデンの園でエデンの園にいた時には神様と自由に交流することができたんです人は神を見ることはできませんなぜかというと神は霊だからですしかし神が人の目に認識できる 人の耳に聞こえるような形でご自分がそこにいるということを表される場合があるんです。それを社会なグローリーというんです。それは神がここにおられることによる栄光の表れです。人間のためにこれが与えられてるんです。でどういう形で表れるのかそれは光あるいは炎あるいは雲煙角笛の音。 雷の音、こういう形で神がここにおられるということを私たちは旧約聖書から認識できるようになるわけですね。で、エデンのそのではアダムとエえばはその社会なグローリーと共に生きることができたんです。つまり別の言い方をするとアダムとエえばは神様と交流することができたということです。ところが罪を犯して以降アダムとエえばは エデンの園から追放されてそこに戻ってこれなくなるわけですエデンの園の東にケルビムと輪を描いて回る炎の剣を置かれたケルビムっていうのは天使ですそれから輪を描いて回る炎の剣っていうのはこれは炎ですから社会なグローリーのことでしょう社会なグローリー自身が彼らを追放する役割をここではしているわけです それ以降人はまるで実家から放り出された息子のような霊的な放浪生活をすることになってしまう社会なグローリーはいつもいつも人のそばにあったわけではない必要に応じて社会なグローリーが現れるんです例えばアブラハムが神様,を契約神様と契約を結んだアブラハム契約これは創世紀15章です アブラハム契約でアブラハムが動物を切り裂いて両側に並べたんです。そして夕暮れになった時にアブラハムが寝てしまった時にその切り裂かれた動物の間を何が通ったか覚えてる煙の立つかまどと燃える がが通り過ぎた。これが社会なグローリーです。神が通り過ぎただからあの重要なアブラハム契約が結ばれた時には社会なグローリーがそこにあってその契約の主体になられたということです今私たちはシエジプト期にいますシエジプト期に入ると頻繁に社会なグローリーが現れ活動します先週のメッセージの結論のところでも「 質エジプト期ににおける社会なグローリーの働きとということを順番に挙げました。で、今日はいよいよ幕屋の話に入るわけですけどもここに至って初めてわかるのは「質エジプト」の目的はつまりイスラエルの民がエジプトから出た最大の目的は何かというと「社会なグローリー」がイスラエルの民の間に宿ることです。 民の中に宿るために神は彼らをエジプトから導き出された。今日に至るまで数回ですね、私たちはモーセの立法について学びました。モーセの立法は神の民に生きるための指針、生きるための理念を与えました。理念がなければ人は生きることができない。この国はどういう理念を持って住もうとしているのか。 あるいは私たち個人はどういう理念を持って自分の人生を考えようとしているのかそれが極めて重要ですイスラエルの民にとってはモーセの立法は生きるための指針生きるための理念になったんですモーセの立法が終わって啓示が終わって今日は幕屋に関する啓示に入ってるんです幕屋は何を教えたかというと神の民に礼拝の方法を教えたんです もっと具体的に言うと、いかにすれば神に近づけるかという方法を教えたんです。これは啓示ですから、人間が頭で考えて、こうすれば神に近づけるんだろうという哲学的、思索的な世界とは全く別物です。神が私たちに啓示をして、こうすれば神に近づけるという方法を教えてくださったんです。 この掲示、つまり幕屋が掲示されたことによって神の民は神学的盲目から解放されたんです。つまり神がどういう方でどうすれば神に近づけるかということが彼らの前に明らかにされていったんです。で幕屋は神様の計画が全て成就する前の一時的な仕組みです。だからやがて廃れます。 幕屋の後に神殿が建てられますが幕屋と神殿の違いは片一方は移動可能片一方は移動しない不動産その違いだけで機能は同じですゴールは何かというと人が永遠の世界で再び神と共につまり社会のグローリーと共に住むことが聖書のゴールですその時に人の救いが完成し神の栄光が現れるわけです もう一度確認するとエデンの園にあって社会なグローリーの中に住んでいたアダムとエヴァが放り出されてしまったつまり社会なグローリーから切り離されたゴールが再び社会なグローリーの中に私たちは住むようになるその過程において幕屋と神殿が社会なグローリーに近づく神様からの方法になったんですこれが今日の 大まかな文脈ですそこで今日のメッセージのアウトラインを今から言います今日のメッセージのアウトライン1番目幕屋に関する一般的な解説をしておきましょう幕屋に関する一般的な解説2番目幕屋を指す5つの言葉幕屋を指す5つの言葉というのは聖書を読んでていろいろ違った言葉が出てきて頭が混乱するんです だから言葉は違ってても全部幕屋のことなんだよということを確認します5つあるんです3番目幕屋のための奉納物これが今日読んだ1節から7節の内容です幕屋のための奉納物4番目今度8節から9節で幕屋の目的幕屋の目的幕屋を作る目的ですこの4つのポイントで今日はメッセージを展開していきます今日のメッセージのゴールは 幕屋をどうやって建てるかという話じゃないんですこれを通して私たちは父の愛を学ぼうとしていますこれを通して私たちは父の愛の啓示がどのようになされたのか愛の啓示について学ぼうとしています3番目にこのメッセージを通して私たちは父の愛が示した犠牲について愛の犠牲について学ぼうとしていますだから今日のメッセージの着手点は 父なる神の愛、父なる神の愛の啓示、父なる神の愛の犠牲、これを今日は着地点として学びたいと思います。これでイントロダクションが終わりました。先に進む準備はよろしいでしょうかどうですかいいじゃあ儀式いきますよ。いくよ。はい。あはい、いきましょう。 さあ一番目のポイントです幕屋に関する一般的な解説ですねまずこのことを確認しておきましょう幕屋っていうのはキリストの方キリストっていうのはメシアですね同じことですねメシアっていうのはヘブル語でキリストって言うとギリシャ語です幕屋はメシアの方となっているつまり幕屋を見ていると そこにメシアが見えてくるというわけですこのことに関して3つの立場があります一つは極端な立場二つ目は逆な意味で極端な立場で私たちはそれを排除して3番目の第3の道を採用しようということをまず話したいと思います一番目の極端な立場っていうのは何かというと幕屋の細部に至るまでメシアの方として理解しようとすること つまり細かいことを全部意味付けしてこれはメシアのこれだあれだこれだあれだとやるわけですね。あのこういうことをする人は聖書的裏付けがなくてやってます。ですから何でもかんでも意味付けて解説しようとする人の話を聞いたら当然私たちはこうやって質問しなければなりません。英語でいくよ。 How do you know? なんでわかるの大阪弁で言うとなんでわかるねんってそしたら答えが大抵ね私だからわかる <laughs> でこういう人はこれは聖なる想像ホーリーイマジネーションに基づいて説明してるんです別な言い方をするとゲスワークですまあ勝手に想像してるだけですよしかも そういう人を10人集めたら10人とも言うことが違うわけですね。だから結局は自分勝手に言ってるんだということがわかります。私もかつて名前を言えば皆さんも知ってる世界的に有名なカリスマ派のある人の解説しているビデオテープを見たことがありました。彼はそのビデオテープの中でこう言ってるんですね。 旧約聖書の幕屋の構造のようになってるっていうんでそして幕屋がこうだと幕屋を入ると入り口がこうでってヨハネの福音書のここはその入り口の部分だとかねやってるわけですね聞いてたらようこんな斬新なことを考えるなと思うんですね見てるうちに僕気持ち悪くなってね途中で止めましたというのは撮ってるビデオが揺れてるんです映像が揺れてるって意味はね 要すすするるにカメラワークででわざとやってるんですよだから僕もあのテレビ業界にいたから分かりますけどこう手で持ってねこうやって揺らしながらね映像をやったりね完全にね催眠術ですずっと見てるともう思考が停止してその人の言ってる世界に取り込まれていくわけですねこういうのはね非常に危ないですね危険ですねもう一つの極端な立場はそういう危険性を察知した人は 結局幕屋の中にはメシアの型となるものなんか一つもないっていうの極端があるんです。これもまた危ないね。というのは聖書にはきちっと幕屋の中にキリストの型があると教えてるのにそういうものを否定していくわけですね。これは聖書自身の特に新約聖書の掲示っていうことを信頼してないわけです。第三の道は何かと両方の極端を避けて幕屋の中のある部分は メメシアの方あるいはメシアアののあるるいいはとなっているこれを見ていけばキリストがそこに隠れているのがわかるじゃあどうやってわかるのかそれを証明するのは新約聖書の聖句です「新約聖聖書の句です新約聖書」の「聖句」による裏付けがあるものだけを採用するんですそうすることによって空想的議論から自分を守ることができます 論じることができます「How do you know?」と言われたら聖書「新約聖書」を開いてここにこう書いてあるからこの部分はキリストの方なんだと言うんです聖書に基づいて論じるというのはそういうことです私たちは新しい教えの風に吹き流されてはなりません常に見言葉を蓄え 聖書の啓示に基づいて論じることができる霊的聖人として立つ必要があります。これが幕屋とメシアの方です。その次2番目じゃあ幕屋と教会が同じなのか違うのかという話をしましょう。幕屋っていうのは王が住まう王なる神が住む臨在する場所です。つまり分かりやすく言うと王様が住むお家を何て言います 宮殿でしょ王宮でしょ幕屋っていうのは王宮なんです宮殿なんですそこに神が臨在されるんですそして幕屋を建てろと神様が掲示なさいますこういうものを建てなさいってのこれは実はさっき冒頭で創世紀からの文脈を全部確認したでしょう創世紀3章の24節でアダムとエバがエデンの園から追放されて以降 初めて起こる革命的な変化です初めて起こる革命的な変化というのは神と人間との関係がこの幕屋を建設することによって革命的に変化していくんですだから幕屋っていうのはややこしいなんだかわかんない飛ばしたいものではなくてこのように文脈で読んでいけば革命的な変化が来たんだということがわかると 読み方の味わいが全く違ってくるじゃあ革命的な変化というのは何なのか神の民は社会なグローリーと共に再び住むようになりなおかつ死なないっていうことですこの死なないっていうのはポイントだねというのは神の栄光を見たならばその人は死ぬっていうのがヘブル的理解ですしかしかができて以降は 社会なグローリーが神の民の中にありながら神の民は死なないんです。それが革命的変化です。もう一度言うと、幕屋は宮殿です。王宮です。そしてそこに社会なグローリーを見ながらイスラエルの民は死ななくてもいいという革命的変化が来たんです。教会は何でしょうか聖書的には教会っていうと信じた人々の群れです。 で今私がここで教会って言ってるのは聖書的意味ではなくて一般的使用法,法,法において教会という言葉を使ってます。だからそこは誤解しないでください。教会っていうと建物です。私たちが信者が集まって神様を礼拝する場所です。でこれは後のユダヤ教の街道に似ています。シナゴーグと言います。ユダヤ人たちも バビロン忍衆以降全世界に離散していきますその結果世界各地で街道ができますそこに彼らは土曜日に集まって安息日に集まって聖書を学び神を礼拝したわけですそういうものがあったからパウロが首都行伝で殿堂に行く時に各地に 街道があるからそこに行けば多くのユダヤ人に語ることができたんです。また違法人でも神を恐れる、神を敬う違法人という人に伝道することができたんです。それはユダヤ教のシナゴーグがあったからです。教会、建物としての教会はこのシナゴーグとよく似ています。けれども幕屋ではない。神殿ではない。なぜかというとバビロン保守以降エルサレムには 神殿があるんですそれを帰還して以降建てた神殿を第二神殿というイエス様の時代はヘロデ大王がそれを拡張していたんですだからエルサレムに神殿がががあありながらガリラヤでででは街道るるんんすす存してるんですだから教会っていうのはユダヤ教の街道に近いもので幕屋ではない神殿ではないということですそのことを覚えておいてください。 これが幕屋に関する一般的な解説です。なぜね今私があの教会と幕屋あるいは神殿は違うって言ってるかというと幕屋神殿っていうのは王宮なんです教会は神の民が集いそこで礼拝する場所です 時々最近変なね、話を聞くんです。それは一人二人からではなくて普通の人から聞きます。それはある人たちが教会の中で祭壇があり公壇がある場所は聖なる場所である。そして線引きをして、ここは聖なる場所だから、それ以上中に信徒入ってはならない。聖なる場所だからというふうに言う人がいる。こういうのは 誤った聖書理解ですなぜかというとそれは教会と幕屋あるいは神殿と混同してるんですいいですか僕の意味わかる今は教会っていうのは礼拝するために集まる場所でありましてクリスチャンたちが集まるときにその真ん中に神様の臨在があるんです 社会なグローリーリがあるんですだから特定の場所が聖なる場所で特定の場所は俗なる場所であるというような考え方はもうないんです今の時代に大事なのは霊ととによって神を礼拝すすることですそれで幕屋一般に関する解説を終わります2番目幕屋を指す5つの言葉今から幕屋を指すために5種類の言葉があるって話をして これがわかると聖書を読むときにこれは何だろうかと思わなくてもよくなるっていうことを話したいと思います一番目幕屋のことをまず聖女と言いますこれがシチエジプト記の25章の8節今日読んだところにも出ていました彼らが私のために聖女を作るなら私は彼らの中に住むと主は言われました 聖女っていうのはヘブル語でミクダッシュって言います。ミクダッシュ。これは清さが強調されている言葉です。だから神が臨在される場所だからそれは清い場所である。これが聖女という言葉で幕屋のことです。2番目、25章の9節では幕屋という言葉が出てきます。これが私たちが最も一般的に使っている言葉です。幕屋 でこれはヘブル語では「ミッシュカンって言います密酒観意味は「住まい」ですあるいは「住む」というだから神がそこに住むという面が強調されています聖女は清いという面幕屋は神がそこに住まわれるという面が強調されています3番目の使い方は「四世紀」とき26の36に出てきます26の36で「天幕という言葉です天幕 これはヘブル語では「オヘルって言いますオヘルオヘル。これは天幕っていうのは畳んで移動します。一時的に住む場所です。つまり幕屋の一時的な面が強調されています。4番目「会見の天幕と言います。会見の天幕これが29章42節です。29の42ヘブル語ではオヘル モエッドと言いますオヘルモエッド,オヘルモエッド会見の天幕という言葉は何を強調しているかというと定められた時と場所つまり神と出会うために定められた時と場所という面が強調されていますそして最後5番目が明石の幕屋,明石の幕屋これがシテジプトキ38章21節 38章21節明石の幕屋これはミシュカン・エデュットミシュカン・エデュットという言葉です。というののは何のことだと思うなぜ幕屋のことを「明石の幕屋」というと思う?「明石」っていうのは英語では「テスティモニー」っていうんだけども幕屋の一番奥の施聖所の中に契約の箱っていうのがあったその契約の箱の中に3つのものが入ってたんです。 その3つの中で石の板2枚っていうのがあった。何が書かれてるそこに実0が書かれてる。つまり、ここでの証かしていうのは神の立法のことです。神が掲示された立法のことを明かしてって、だから神の立法が安置されているという面が強調されている。文脈によってどの言葉が使われているかによってどの面が強調されているかがわかります。全部幕屋です。じゃあもう一回。 言ってみよう1番目が何でした?「聖女」2番目が「幕屋」3番目が「天幕」4番目が「会見の天幕」5番目が「証の幕屋」全部幕屋のことですからだから読んでてこれは何だろうかと思う必要はないこの5種類は全部幕屋だと思えばいいんですそれほどに幕屋っていうのはさまざまな要素を持ってるから一つの言葉では表現できないんですじゃいいよいよ 3番目今日のテキストに入りましょう幕屋のための奉納物ですまず奉納物の原則です1節2節を見てみましょう私主はモーセに告げて仰せられた1節ですね主はモーセに告げて仰せられたとありますけれどもモーセはこの時どこにいた 前回からの続きですよ。これが文脈ですよ。モーセはどこにいましたシナイ山の山頂にいたんです。そして社会なグローリーの中から神がモーセに語っておられるんです。そして2節私に奉納物を捧げるようにイスラエル人に告げよ」。 いつ告げるかというと山から降りてから告げるんです以下の内容をね誰に告げるの誰イスラエル人に告げるんですだから「幕屋を作れ」っていうのはイスラエル人に命じられた神の命令ですすべて心から住んで捧げる人から 私への奉納物を受け取らなければならないここでのポイントは奉納物の原則というのは強制ではなくて心から済んで捧げる人から受け取るということですこれがポイントです身分経済力捧げ物の多いか少ないかは関係がないんです 唯一の条件は何かというと自発的であるかどうかです。それだけが条件。後に神殿建設した時に神殿の建設はソロモンがしますけれどその材料を用意したのは誰か覚えてますかお父さんのダビデですよ。ダビデとその民は をを建設すするとと同じことをやってます自発的に捧げてます。それが歴代史第一の29章6から14歴代史第一二29章6から14です。この時代は私たちは立法の時代と言ってます。立法の時代でも喜んで捧げることが神に受け入れられる条件です。ならば。 恵みの時代に生きている私たちはなおさらそうであるということがわかると思います。このあとね先に行ってからですけどモーセが40日40夜山に行って下に降りてくると下で何が起こってたか覚えてますか金の紅室作ったね嫌だねあれねまああれも取り上げなきゃいけない先に行ったらその金の紅室というのは材料は何金でしょどっから来たのその金は。 え誰,誰から集めたのイスラエルの民から集めたんだけどあの時はねアロンがこう言ってるん金の指輪を持ってこい」って言ってるんですつまりこれは自発的笹物じゃなくて強制的に徴収してるんです対比があるでしょ神の幕屋は自発的な笹物でできてるんです偶像は強制的に徴収した結果できてるんです 大きな霊的教訓がここにあるような気がするね。この箇所に来ると私はあの世界的に有名なビリー・グラム先生の若い頃の話を語らずにはおれないんです。何度語ったかなこの話は語るたびに面白いと思うんです、ね。若い時ですねまだ彼もお金に困ってた頃でしょう。奥さんと二人で礼拝に出てたんです。で献金の 器が回ってきたんで献金を入れた後で彼は気づいて奥さんに言うわけですねしまった失敗した10ドルを捧げようと思って間違って100ドル紙幣を入れちゃったアメリカのドルっていうのは10も100も似てるよね数字を見なきゃ分かんない間違って100ドル捧げたったら奥さんが大丈夫よ神様に間違いはないよ神様は10ドルだと思ってらっしゃるわよ で私たちも捧げ物をするときに天に登録されている額と帳簿につく額とは違うかもしれないいやいや捧げても帳簿には1円まで教会はきちっと登録しますよだけど神様の目から見たときにどれだけが本当の献金として天にあるかどうかだから時々私が言うでしょうクリスチャンでない方は捧げなくていいですよそれは帳簿には乗るけど天には登らないからです 自発的に喜んで捧げるということはいかに決定的な事実であるか私たちは形式主義を排除して神の前に真実な心で立たねばなりません強制ではないということそしてその奉納物なぜそんな富をイスラエル人たちが持っていたかですけど何で持ってたのそれはエジプトから持ち出したもんです。 エジプト記の12章36節にこうある主はエジプトがこの民に好意を持つようにされたのでエジプトは彼らの願いを聞き入れたこうして彼らはエジプトから剥ぎ取ったとあるす,すごい言葉だねエジプトから奪ったということですねそれが可能になったのは主の働きですよ神様がエジプト人の心を変えてくださったからイスラエルの民はその富を持って出ることができたんだ ということは、イスラエルのため喜んで捧げているんだけど、これはもともと主から与えられたものなんです。私たちの捧げ物もこれと同じことですね。努力します、お互い。労働します。訓練します。だからいろんな能力が育ち、また生活ができるようになるんです。しかし振り返ってみると、根本的なところは全部神様から与えられています。 まあいつも朗読してくださる夏目島屋ね。とてもいい声ですね。<laughs> その声は選んだの自分で。いい声、いい声って選んだの。そうじゃないよね。気がついたらこの声だったんです。これを彼女は用いて訓練して、そしてプロのナレーターになったんですね。だから自発的に喜んで。 そののを主主にに捧げてて用に役立ってるわけですみみんんなな同同じじ私たちみんな同じだから今から幕屋のための資材15種類あるんだって話するんですけど全部持ってる人なんかいないでも誰でも一つは持ってたと思うだから一つ捧げる人二つ捧げる人ある人は三つ捧げたのかもしれないそれはその人の賜物ものの種類と豊富さによるんですよ。でも 自分が持っている賜物を喜んで主に捧げるということ、これが主の働きに役立っていくわけですね。十五種類の建設資材が必要だったんです。これ以外のものは必要ないんです。だから、十五種類以外に、そうだね。例えば、何か持ってたつるよ、川のサンダルを持ってました。それを捧げます。あんないいの、この十五種類だけでよろしいんです。 見てみましょう3節「彼らから受けてよい奉納物は次のものである」じゃあカウントしていこうね1番目はい何金2番目これ分かるよね金や銀金はかぶせるんです器にね金銀3番目青銅、はい、4番目青色のより糸って読むんですこれね青色のより糸これが4番目5番目紫色の ヨリート6番目ヒーローのヨリート7番目アマーヌノアマヌノっていうのはエジプトの名産ですだからエジプトを出たときにアマヌノをたっぷり持ってたわけですこれが祭司の衣装になりますそれから次8番目ヤギの毛黒ヤギは幕屋を作るのに非常にいい材料です これは湿気によって膨張したり収縮したりしますから風通しがよくなるんです。これで天幕の材料を作るわけですね。これが8番目。次、9番目。赤くなめしたお羊の皮。この皮は膜屋を覆う覆いになります。つまり日光を、日の光を遮断する役割をします。そして次、何番目だ ?10 番目。はい ジジュゴンのジュゴゴンンのの皮いうのは目に浮かかびますかどんなものかジュゴンこれは海に住む哺乳動物ですちょっとイルカが潜ったようでイルカをちょっと太らせてで口の先になんかノコギリのようなものをつけたような感じの,あの一説によれば人魚がこのジュゴンのイメージで、えー、連想されたんだというような話がありますねこれはね。 航海に住むね海の哺乳動物ですこのジュゴンの皮、これもまた幕屋を覆う材料になりますそれから11番目アカシア材市内半島アラノにはこのアカシアの木しかないんです根が地中深く張るんですだからアカシアの木は雨が降らなくても育つんです 日本人がアカシアという特に僕らの世代はアカシアの雨に打たれてって西田幸子のあの歌詞あれはねベタベタした非常に湿気の多い雨の景色ですよ紫外半島のアカシアっていうのはカラッとしてるんですこの木しかないだからこの木で全部作っていくわけです12番目灯油灯油っていうのはオリーブオイルです13番目 注ぎの油油と香りのののの高い香のための香料ですね油の中に香料を混ぜてそれで油注ぎをするわけですねあるいは香を炊くわけですね香料です。14番目エポデや胸当てにはめ込むシマメのこれが14番目エポデっていうのは大祭祀が胸につけて12の石を配置してあるんですね。 その島目の15番目それ以外の宝石類ですその他の宝石この15種類のものが幕屋建設のために必要なんです。それを集めなさいしかし自発的にやりなさいとこういうことです。次4番目に行きましょう。の目的です8節9節なぜ 幕屋を建てようとしているのか2つの目的がありますまず8節ご一緒に読みましょうこれは皆さんしっかりと心を入れて読まなきゃいけない説ですね革命的ですねこの説はご一緒にはい。彼らが私のために政治を作るなら私は彼らの中に住むと神様が言われました創世記3章の24節以降神が 継続的に民と共に住んで社会なグローリーを表すというのはここに至ってようやくこれが可能になったんです。幕屋は何でした王が住まう宮殿王宮ですね。そこは王に願いを届けその返事を受け取る場所でもあります。そして幕屋は神を礼拝する場所でもあります。神ご自身が自ら下ってくださるんです。 幕屋は王宮でありそこに神がお下りになるので神を礼拝する場ともなるこれが幕屋を建てる2つの目的ですそしてイスラエルの民はそこが征夷であることを認識する必要がありますなぜならばここでは神様が彼らが私のために幕屋を作るならとおっしゃってないなんて書いてある 聖女を作るなら、これも幕屋のことですよ。聖女という言葉を使った場合には、これ、ミク・ダッシュという言葉でしたけど、何が強調されている清い子だから神は、俗世界から切り離されたお方。幕屋というのは、俗世界から切り離された清い空間を作り、そこに神が来てくださる王宮になるんだ。その神に近づくためには、 神の方法によらなければならないということが分かってきますその次9節幕屋の方と幕屋のすべての用具の方と私があなた方に示すのと次何全く同じように作らなければならない原型は天にあるんです幕屋とその道具の原型は天にありますそれはヘブルビトへの手紙の8章の5節 その人たちは天にあるものの写しと影とに仕えているのであってそれらはモーセが幕屋を建てようとした時神から見告げを受けた通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山であなたに示された方に従って全てのものを作りなさい。ヘブル8の5です。幕屋が天ににあるって言った時にえ と驚いいた方がいるかもしれません。本体は天にあって地上のものはその写しでありその影だって言うんです。How do you know? どうして知ってんのヘブル8の5って言ったでしょ。これが健全な聖書解釈な幕屋は神が指定された唯一の神に近づく方法です。だから神様が私があなたに示すのとなんて何て書いてある全く。 全く同じように作ららなななければならないだから2.5キュビットっていうあの数字が大事になってくる私があなたに示すのとほぼ同じようにつければいいって書いてないんですほぼ同じようにというのと全く同じようにというのと厳しさが違うでしょうなぜこんなに厳しいのかこれは罪あるものが神の栄光に近づくためには神が提示された方法でなければ 許されなないいという厳粛な事実がこここにあるからですこれはコンピューターをやってる人はよくわかると思うんですが私のところにも私の E メールアドレスに向かって E メールを送ってこられる方がおりますが時々ね先生とか送っても届かないから戻ってくるからだからハーベスタイムの代表のメールに送りますって言ってそっから私に転送されてくるんです。よく見ると、ね、その人は 私のメールアドレスに打ってるつもりなんだけど、1文字違うの。fwke、私のアドレス、fwke、まあ、全部言っちゃうと問題だアット mb、なんとかなんとか、ドット ne.jp、それがね、ドットが一つないとか、あるいは ne.jp っていうのが j p、jp.jp になってたりね、もうほんのわずかなんです。コンピューターってなんでこんなに融通効かないの これぐらいミスだなと分かるだろうから遅れようと思うんだけども帰ってくるなぜかというと厳密なんですデジタルの世界というのはプラスかマイナスかなくてファズィなところ中間というのはないんですねだからダメはダメなんです1文字でも1ドットでもダメなんです幕屋も同じですこの通りに作らなかったら幕屋にならないんですそして神が指定された方法で なければ神に近づくことがでできなないんですなぜここでこんなに声を大にして言ってるかというと実はこれが最後の結論のポイントと非常に密接に結びついてくるからです。じゃあ結論に行きましょう。冒頭で申し上げたようにこのメッセージは幕屋を通して父の愛を発見するものです。父の愛について考えてみましょう。アダムといえばが 罪を犯しししたたに彼らはどうしました神様のとこ行って社会なグローリーの前に出て「ごめんなさい罪を犯しました」って言っただいたいね私たちはアダムといえば以来悪いことをしたと自覚があると隠れますよ。だ僕もここへ立って皆さんの顔を見てるとね1週間堂々と歩んだ人とそうでない人と分かるよだいたい分かるよ。 あるいは長期的に神から離れているかいつも神と共に歩んでいるか今週まずかったなという人はなるべく大きな人を選んでその人の後ろに座ってね私から直接見えないようなところに自分を置いているとかね。あるいは今日は嫌にあの人顔を上げないなとかね一生懸命ノートを書いているふりをしてね実は顔を上げたくない見てたら大体分かりますよね。僕も同じですよ。まずいなと思った時 警官が向こうから来ると前で一つ曲がっちゃうとちょっと危ないけどねアダムとエバは隠れたんですどこに隠れたんアダムとエバは木の陰に隠れたその時に神様は何て言われたか覚えてる神である主は人に呼びかけ彼に仰せられたなんてあなたはどこにいるのかって知らなかったの神様 かくれんぼして神様はそれさえも知らないそうじゃないじゃないあなたはどこにいるのかってこれは自発的に神の愛に応答するように神様が語りかけてるわけで驚くべきことに神がアダムとエヴァに彼らの堕落以降最初に語りかけた言葉があなたはどこにいるのかです。隠れていた彼らに神がお語りになった。 聖書は一貫して神は父なる神であり父の愛をもっていなくなった息子の帰りを待っていると教えてますよ。その話をしてくださったのがイエス様で「ルカの福音書15-20」「いなくなった息子の帰りを待つ父のあの宝刀息子の話」です。ちょっとこれを見てみよう。 一緒に皆さん読みましょう。いいですか。はい、こうして彼は立ち上がって、自分の父のもとに行ったところが、まだ家までは遠かったのに。父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。これが父の愛ですね。社会なグローリーが宿り、幕屋の中に神の愛が現れる。 というののは何なのか、それは罪人を招き、その愛のの愛愛中に住まわせようとすする神様の愛ですね。私はこういう牧師としての仕事をしておりますから自分の子供が失踪した家出したいなくなった祈ってほしいというリクエストを過去30年間の間にね何回も受けてきましたよ。 一番記憶に残っている話の一つは、ね、ある時ロンドン経由でエジプトに行って、そしてイスラエルに旅行するツアーを組んだんです。で横浜からある婦人が申し込んでこられたでで。手紙がついていて、手紙を読むと、ね、このツアーはロンドン経由なので行くことにしました。実は私の娘がいなくなって、最後に来た手紙のスタンプがロンドンだった。 だからロンドンにに行けば娘に会えるかもしれない。あ皆さんどうロンドンつっ,ってもね空港のそばのホテルに1泊して時差調整で行くだけですから会える確率ってどうかな銀座4丁目に立っててね東京に住んでる A さんに出会える確率ぐらいのもんでしょう。だからその方に電話してね「無理ですよ」だから娘さんと会うということが 参加の動機だったらちょっとやめた方がいいんじゃないですかっつったらその方が先生それ分かってますとよく分かってます。ただね私はねあのロンドンに行ってそこに立ってあ私の娘が今この町のどっかにいて私と同じこの町の空気を吸っている同じ月を今見ているもうそのことだけで私は心が癒されるんですっておっしゃったねわかりましたじゃあ行きましょうって。 そしてロンドンのホテルに着いてチェックインが終わってねみんな部屋に帰った後で彼女を残してねロビーで一緒に祈りましたよ。神様どうぞこの方のお嬢さんが連絡先を教えお母さんと再会することができますように。これがね、親の愛ですよ。つい先日もねある方が息子さんのことでいなくなって本当に悩んでおられた。 その方が帰ってくるという連絡入って本当にホッとされたんですそしたらお父さんがね駅に行って待ってるって言うんですだっていつ帰ってくるかわからないでしょう連絡あってから行ったらいやいや宝刀息子の父親はいつ帰るかわからないのに待っていつもそこに行って見ていたから向こうから来た時に分かって走り寄ったんだろうだから俺は いいつ帰るる。か分かんないけど、駅の前で待って,るってそれが父の愛だろうとこういうふうに言った方がおりましたがね私も非常に感動しましたね人間の愛でさえもそうであるとするならば私たちを待っておられる父なる神様の愛っていうのはいかばかりでありましょうか私たちの愚かさは幕屋の規定を読むと神様って面倒くさいなこんなことを命じるんだな ひねくれてんの根性あるなの神様の側からは本来栄光を見たら死ぬんだよお前たちはだけどあなたたち,たちを愛してるから近づける方法を用意するからねこれを作ってその方法で私のところへ来なさいっていうのが父の愛なんですわかりますか皆さんだから二度と 幕屋の箇所に来た時に面倒くさいって言ったら許しませんよ <laughs> 父の愛だなと思ってくださいね愛ののの示。幕屋は罪人が父の元に近づく帰るための道です。その道は神が指定した道でなければならないさっきも言いましたねパソコンと同じ E メールと同じプログラムと同じ ホームページにアクセスするのにパスワードがいるでしょう僕はよくパスワードでね、あの自分の名前とかそれプラス数字をつけたようないつも使ってるものがありますよ一時間違っただけで開かないんですそれがなぜですかそれは指定した方法でなかったら開かないんですイエス様がこう言われたのヨハネの14の6で イエスは彼に言われた「私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません」イエス・キリストの言葉です。「人の働き4-12」ペテロがこう言っています。ここのののの方以外にににはは誰によっても救いはありません天の下でこの皆の他に 私たちが救われるべき名は人に与えられていないからですこういう厳しさ日本人はこれを読むとままあ、クリスチャンは狭いいって言います。そういう見方と今度は狭いんじゃなくて神が罪人が神の栄光を見ながらなおかつ死なない方法を人に教えてくれたんだと受け取る方法と2つあります。 まあ狭いっていう人は例えば日本でキリストだけが救い主だっていうと和の精神っていうのはすぐに出てきます。それはさっきの「幕屋」でね幕屋なんか作らなくったって誠意があれば神に近づけるじゃないかと言ってるのと同じことです。あるいはクリスチャンの中でも聖書を 霊感を受けた神の言葉として受け取らない人々は、幕屋を作ればいいよ、でも細かいところはおよそでいいんじゃないのって言っちゃうんです。だけど事実は何かというと、天にある本体を示した型通りに作り、型通りに神に近づかなければ、私たちは神の栄光の中に住むことはできないんです。それどころか、 そういう近づき方をする人は死んでしまうんです。それが聖書の論理です。それが神の愛の啓示です。それをある人は狭いと見る。ある人は神の愛と見る。その差は何かというと自分の罪の認識です。自分も 悪いけどそんなに悪くないと思ってる人は誠意さえあれば近づけると思うでしょうだけど自分の本質がどうしようもないほど腐りきっている罪人だと分かったときに神が指定される方法以外に私の救いの道はないということが分かってくる3番目に愛の犠牲です幕屋を機能させるためにはね、2つのものが必要だったんです1つは祭司です祭祀の制度 もう一つは生贄の動物です。これを含めて祭儀法と言いますね。祭儀法。祭りの儀式の法律。祭儀法です。ね。祭司と生贄です。祭司が生贄の血を携えて神のもとに近づくんです。特に始聖所という最も清い場所には大祭司が年に何度一回だけ入っていくんです。 そして死聖女に入ると真っ暗なのにそこに社会なグローリーが輝いててその大祭司は死なないでその社会なグローリーの前で神に奉仕をすることができるんです大祭司はキリストの型です大祭司が持っていく犠牲の血もキリストの型ですだから大祭司が犠牲の血を持って死聖女に入るのは イエスキリストが十字架の上で自らの清らかな血を流し神に向かって父を彼らの罪を許したまえ彼らは何をしているのかわからないのですと祈り私の罪のあがいを完成してくださったことを予表している方ですだからマタイの福音書の27章50から51にこういう言葉があるんですその時 イエスはもう一度大声で叫んでて最後の言葉は「完了した」ですそして「我が霊を見てに委ねます」その祈りのあと息を引き取られたすると見を神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたそして血が揺れ動き岩が裂けた神殿の幕というのは聖女と死聖女を仕切っている分厚い幕 これが上から下に裂けたんですこの幕がある限りは中に入れるのは誰だけですか大祭司が何回入れんの ?1 回やそれが旧約時代ですよキリストが大祭司として自らの血をいけにえとして十字架の上で捧げてくださった時にその幕が裂けて恵みの時代が来たんですだから今の時代は私たち全員が祭司です 私たち全員がキリストを通して神の前に祈りと礼拝を捧げることができます。あなた方一人一人が祭司なんです。そして誰でもいつでもイエスキリストを通して神の栄光の御座に出ることができるようになりました。私たちはこのことをまだ一部しか見ていない。しかしやがてこのことが完成したときに まさに文字通り社会なグローリーを見ながら私たちは永遠に住むことができるようになるんです。幕屋の恵みというのは何なのかそれが起こる前に一時的に神が民のところに下りそして民の中に住んでくださるための仕組みこれが幕屋です。今の私たちはもはや幕屋に支配されていない。 なぜかというとキリストが十字架に死んでくださって以降は幕が裂けたんですそしてイエスキリスト自身が幕屋として私たちがこの方を通して神のもとに近づくことができるようになったんですそれ以外の方法でも神に近づける近づけない近づけると主張する方は主張してもよろしいんですただその時に 聖書の主張を私は認めないと言っていることだということは認識しておく必要があるこれ以外に近づく道はないっていう方は何を言っているか私は聖書の教えをそのまま信頼しキリストの言葉をそのまま信頼していますという立場を表明しているわけです世の中は聖書の言葉を信じイエス・キリストを通して 神の栄光のもとに近づいていく人と自分が考える方法で神に近づこうとする人に分かれてきます。重大なその人の永遠の運命を決める決断がそこにあるんです。それゆえ、私たちは今週も機会があるごとに。まだキリストを知らない人信じてない人に。 この方だけが唯一の道であると語りかける必要があります。今週もインマヌエルなるキリストが皆さん一人一人と共にあって祝福への道を開いてくださるようにお祈りをいたします。祈りましょう。天の父なる神様、幕屋の箇所に来ると、 なんとなく難しそうだし難解だし繰り返しが多いしまあなんと煩わずらしいことかとひそかに思いながら飛ばし読みをするような愚かなものでありましたあなたのご計画の全貌が見えず父の愛も見えないままで聖書を読んでおりましたお許しください 私のような罪人をあなたの栄光へと招いてくださったことを感謝をいたしますあなたが用意された方法以外にあなたに近づくことができないことは明白でありますそして今私たちには幕屋でも神殿でもなく巫女イエス・キリストの十字架という道が 啓示されていることをを感謝をいたしますこの道を通って今栄光の御座に近づきますどうぞ我らと和らいでくださり私たちの真ん中にあなたのご栄光を表してくださるようにお願いをいたします主イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメンご一緒に祈りましょうどうぞあなたの祈りを捧げてください この無料配信は皆様のお祈りと献金によって支えられています。